こんにちは。内田百賢作亀なくやの2回目をお送りします。「私は山高帽子が好きでどこへ行くにも山高帽子をかぶって出かけた」「しまいには爪襟の洋服を着て山高帽子をかぶっていたので今から考えると少しはおかしかったかもしれない」 しかし自分でではそううも思わなかったようである。だから平気でその格好で人を訪ねたりしたそれがどういうものか芥川には非常に気になったらしく人の顔を見るといつでも「君は怖いよ怖いよ」と言った二階の書斎に通されたが主人の芥川はそこにいなかった。 待っているうちにまた後から来た客があって二階へ上がってきた三人連れでその中の二人は女である知らない顔ではあるしそこいらが混雑してきたから私はその人たちにちょっとえしゃくだけしておいて座敷の奥へ入り机が置いてあるところより まだ奥の本棚の影になった壁際で壁にもたれてじっとしていただいぶたってから芥川が上がってきたまだ元気のいい時でそこにいる三人のお客に愛想よく話しかけている面白そうな話の調子を聞きながら黙っていたけれどそのうちに 何か口を切るきっかけがあって私はその壁際から「ねえ芥川君」と言った途端に座ったなり飛び上がったような格好をした「あ驚いた」大げさな声を立ててしかし真剣な顔つきでこっちを見た「ああ驚いた」 怖いよ、君。そんな暗いところに黙ってしゃがんでいては。しゃがんでいやしないけれど、だって僕は前からいるよ。それそれ、それが怖いんだ、君。黙っているんだもの。差し控えていたんだ。真っ黒い洋服を着て、 そんな暗いところで差し控えてなんかいられては、ねえ君怖いよ。怖いだろ今度は三人の客の方へ向いた。その後は馬鹿にはしゃいで、むやむに論じたり弁じたりした。相手になってついていかれないような規制で、口に唾をためて一人でしゃべり続けた。 どうも勝手が違うような気がしてしかし別に用事もなかったので三人の客より先に帰ってきたが芥川の身の回りがなんとなくもやもやしているようで気味が悪い今日はここまでといたしますありがとうございました